なんてことでね、こっからサブちゃんあったかいにしてると思う。うん。一応今回からこういうような形かなっていうふうにします。まあちょっと、間でね、こういうところで喋ってるやつとかはね、まあ、本編に関連しそうなところとかね、あれのところは、もちろん本編使ってきますけど、基本的にはもう、ザクッと雑談枠みたいな感じで、別撮りにしておいてね、まあ、それで、まあ、多分放送時系列になってると思いますけど、本当はね、ああいったメインチャンネルのところを週末に持ってきて、こういうのをね、平日にとかっていうようなことができればいいんですけどね、ちょっとね、そこまでは、それ中の兼ね合いとかもあるんでね、まあ、全部続きで見ていただいてる人にはね、続きで見たら、ああ、時系列でこういうふうなことを言ってたんだなって、わかるような感じでね、一応、リアタイでね、その、わーっと、見ていただいてる方にはわかるようにしとこうかなと思うんで、だからこんな、雑談みたいなのが週末に来るかもしれないし、そこら辺はまあ週末とかにこだわらずにやろうかなと思ってます。うん？あれ？いきなりステーキブロンコビリーになってる。ついになくなったのかここも。もういきなりステーキじゃどこに残ってんだ。え？マジか。まあでも、ブロンコビールの方がありがたいですけどね。しまった。特に話すこともなく、朝日まで来てしまってるじゃないか。うん。まだ頭が動いてねえな。動いてねえというよりは、早見重解釈で大変で。おい、マジよ。半夜水みたいな言い方でね、ぶっ飛んでてますけど、これね、滑舌もちょっとどうにかせんとね、まずいしね、字幕機能っていうのをね、ちょっと、まあ、もともと YouTube にはあって、まあ、全然、字幕がちゃんと表示されないから、なんだなって感じだったんですけど、あっちの方にね、入ったんですよね。なんだフォアディレクターにも入って、そのね、字幕機能を使ってみたんですけどね、いやー、まあ、ものの見事に、全然字幕が、合ってなくて、やっぱこれでも無理かって感じですね。まあ、多分私の滑舌があまり悪すぎるんでしょうね。滑舌悪いやつに限ってね、つけないといけないんですけど、本来は、テロップをね。時々、こういった車の中で撮ってる、車内で撮ってるやつとかだと、実は編集してて、聞いてて、なんて言ってんだか分かんない時ありますからね、自分でも。うん。あ、この辺りも桜綺麗だ。あ、鼻水やべえな。あれ、鼻水やばいな。花粉やべえな。ちょっとさっき薬飲んだんでまだ効いてきてねえな。まあ言っとったら安永まで来ましたよ。
言うとの気に着きますからね。あ、でもそう、本当はねこの撮影行こうかどうかちょっと迷ってたんですけどね。ってのはストックがあまりに増えすぎてるんですよね今。ね、編集、外動画の編集が伊勢湾、一周の旅がちょうど編集が全部終わったところなんですよね。で、あと何が残ってんの？じゃんけんの旅、キッシーさんとやったじゃんけんの旅のやつと、の第2弾ですよね。第2弾と、同じくキッシーさんと撮ったあれだね、あそこ行ったやつだ。出てこね、あそこね、伊賀、のおっと青山リゾートか、行った動画だろ。他にもいくつか取りだめてるのがありますもんね。年末ね、あ、今年の年末年始どこ行ったんだっけな、なんか回してるよな、とかっていう風にやってるんで、もはや覚えてないぐらいまだストックがあるんですよ。なんならあの唐揚げ弁当ワングランプリ始めるのすっかり忘れてましたしね。一回撮ってあるのをちょっと一回お蔵入りにするのかな。ちょっとあなたにも考えながらですけど。そう、そんな感じ、ストックが多いんでね、ちょっと出し切らないといけないなって時に、山田家さん会のね、総座談みたいなのを始めて、これがね、めちゃくちゃ時間がかかってるんですよね。深掘りし始めたら、なんか掘り出したら、あれ？そこがねえじゃん、こいつっていう企画になってしまって。本当はね、1年1回、長くてまあ1年1回かなーってぐらいで思ってたんですけどね、なんのことはない、12倍に増えてるんですよね。ですので、ね、ちょっとまずいな。12、24、36回とか、なんかそれぐらいまでいきそうな感じなんでね、まずいなーと思いながらもね、とはいえ、ちょっと1回ね、ここでね、ドーンとね、やっておいて、ガッとやっておかないとね、ちょっと次に繋がってくるための、やつなんでね、ちょっとこれが、だいぶ動画の配信をさらにまた、ディレイさせていくっていうね、なかなか難しいことになってるんですけどね。なんか、この桑名駅の駅西側も、えらい、工事がどんどん進んでますね。あそこは高いんだよな、確か。この先にちょっと安いところがあったはずなんだ。わ、すごい。道がもうわからん。あ、めちゃくちゃ拡幅するんだ。へぇ。まあ、できたら相当広い道になりそうですね。今は、片側一車線のね、普通の、裏側の道って感じですけど。片側二車線なのかな、にするのかな、この感じだと。わ、すごいな。そこかな。あ、奥にもある。奥、聞いたことのない。アウトパーク。700円。あ、これいいじゃん。よし。OK。一発。じゃあね、早速、桑名駅に行ってね、お得な切符買ってきましょう。まあ、もう分かってるよね。あれだよ。あれ。よし。別にサボちゃんだから言っていいのか。一日フリー切符ね。よし。じゃあ買ってきましょう。さあ、何分の電車あるんだろう。何も調べてねえや。